レントロボーでーす。今日はですね、機能セキュリティのね、ランプを取り付け、しましょうということで、メーターフードを外したと思います。こうね、親指をガッと入れて引っ張りますっていうやつですね。でそのメーターフードにですね、またまたシリーズ化してきましたけども、お金がない時にやるねシリーズですけども、カーボンシートですね。今回はね、メーターフードですね。メーターのフードのところに、カーボンシートを貼って高級感を出そうということで、お伝えしたいと思います。では早速ね、写真見ながらやっていきましょう。はい、まあメーターのフードはね、前回の動画でも説明したんですけども、まあここの部分ですね、ここの赤丸の部分、まあ言ってみたらメーターの左下、右下ですね、で、親指を入れてもらって、でしっかり握って手前に行くと、このフードがですね、このように簡単に外れますので、外します。まあこれはね、前回の動画でお伝えしましたんで、まあ特に難しくはないと思います。まあ工具もいらないですしね、自分の力で、外れます。で、今度はですね、伸びるカーボンシートが今回はおすすめかなと思います。っていうのはですね、まあ、フードが、ちょっと、まあ、湾曲というか、まあ、まっすぐな部分が少ないっていうので、まあ、ドライヤーを使いながらね、貼っていくことによって、シワもできずに、綺麗に貼れますんで、今回は伸びるタイプのカーボンシートね、リンク貼っておきますので、それをね、購入して、貼り付けてください。で、まあ、単純にね、貼って、まあ、巻き込んでいくような感じにしていけばいいので、まあ、ね、難しさはありません。ただ、ドライヤーを当てながらやることによって、まあ、シートがね、結構伸びますんで、で、注意点なんですけども、あまりね、ドライヤーを当てて、引っ張って、伸ばしてね、なんぼでも伸びるからと思ってね、ドライヤー当てて、で、シートを結構引っ張りながら貼ってしまうと、温度差でね、ちょっと若干収縮しますんで、あんまり引っ張りすぎると、なんていうのかな、剥がれやすくなりますんで、まあ、適度な引っ張り加減で、貼り付けした方がいいかなと思います。で、まずね、まあ、特に、貼る順番っていうのはないんですけども、まあ、順番的には私は、まず、ここの部分ですね。まあ、メーターの上の部分ですね。上の部分をシートを貼っていきます。で、今度ですね、ここの部分、下の部分、まあ、ここ親指かけて外すところなんですけども、ここはね、シートが被ってしまいますけども、まあ、目視的には全然、気にならないレベルなので、まあ、これをね、一枚もんで貼ることはほぼ不可能なんで、まあ、ある程度分割してね、貼っていきます。で、できればね、このカーボンの模様を合わせたいんですけどね、これがね、なかなか難しくてね、まあ、そこまでね、こだわってるとちょっとキリがないので、まあ、それはね、皆さんの性格が出ると思いますんで、そこはもう皆さんにお任せします。はい、ざっくりですけどね、このような形で、綺麗に貼れます。まあ、ドライヤーを使えばね、簡単に貼れますんで、これ伸びないタイプのカーボンシートではほぼできませんので、最初ね、私はまあ、手元にあるのが伸びないタイプのシートしかなかったので、ここの部分ちょっと貼ってみようかなと、ね、メーターフードですね。もう常にこう、見えるところなんで、ここはちょっといい場所だなと思って、貼ってみようと思ったんですけども、まあ、伸びないタイプはね、どうしてもこう巻き込んでもすぐ、ビヨーンとこう、ね、戻ってくるというか、貼り付きが、粘着がちょっと弱いので、時間が経つと、すぐ剥がれてきますんで、まあ、一回失敗してるんですけども、まあ、結果的には、伸びるタイプの、シートをね、貼ることによって、問題解決しております。で、ちょっとね、写真がないんですけども、この裏側ですね、この裏側、まあ、言ったら見えない部分ですけども、ちょっと多めにね、シートを巻き込むような形にすることによって、まあ、ちょっとはめた時にね、しっかり、固定される形に、シート自体が固定される形になりますんで、ちょっと余分めにね、裏に巻き込むような感じで、シートをね、貼り付けてもらえれば完璧かなと思います。はい、これね、角度変えてもね、このような感じで、まあ、全体的に、貼るとこういう感じになるんですけどね、まあ、正直ね、ここはね、見えません。貼ってからね、つけてから気づいたんですけど、ここの部分は正直見えませんけども、ここだけをね、貼らないでおくのも作業的に面倒なことになりますんで、もうここはね、もう気にせず貼ってもらった方がいいと思います。ここをわざわざカットする時間がね、逆にもったいないかなと思いますし、ここをカットした分の使い道も正直ありませんので、ここはもう一枚もんでね、横一枚で、ね、貼っていただければいいかなと思います。
はい。で、貼り合わせの部分ですね。まあ、上のアーチの部分と、ね、下の部分の貼り合わせの部分ですけども、まあ、よく見るとこうやってわかりますけども、まあ、誰も気づかないですし、まあ、やった本人にしかわからないんで、ここはね、まあ、このカーボンの目ですね。カーボンの木目って言わないですね。目っていうんですかね。模様を合わせるんであれば、それも考えた上で貼り付けしないと、ほぼ、無理なんで、ちょっとね、一回やろうと思ったんですけど、もういやみたいな感じになりましたんで、まあ、ここはね、多分皆さんの性格が出ると思いますんで、ここは、まあ、雑な方もいれば、私みたいに雑な人間もいれば、もう几帳面な方もいるでしょうし、ここはね、もうお任せいたします。まあ、目立たないんでね、いいと思いますけどね。はい。でね、実際取り付けすると、このようにね、もうすごく見栄えが良くなりますんで、これまあ、助手席側から見た、写真になりますけども、まあ、これね、最初、貼った時には、まあ、運転してる人間はすぐわかるんですけど、助手席の人間ってね、なかなかわからないんですけども、言った瞬間にね、あ、かっこいいなっていう風に言っていただけるので、結構ね、これは真似された方多かったと思います。まあ、費用的にも安くつきますし、見た目の変化が大きいので、これはかなりおすすめですね。まあ、今までこう、まあ、これからもね、シート貼る場所をね、皆さんにご紹介していきますけど、自分の中では一番お気に入りの場所は、このメーザーフードですね。はい、これちょっと外から写した写真ですけども、やっぱり、全然違いますね。プラスチック感がなくなってしまいますんで、まあ、このカーボン調がかなり、高級感を出してくるかなと思います。で、先ほど言った場所なんですけどね、もう見てもらったら分かるように、この下なんで、まあ、貼ったところで見えないっていうことなんですけどね、まあ、ここは気にせずね、もう貼ってもらった方が、まあ、時間効率考えるとね、そっちの方がいいかなと思います。はい、今日はね、まあ、ただ、まあ、貼るだけのね、まあ、車のパーツを買いまくってね、車いじりができない時にやるシリーズなんですけども、まあ、今日はね、メーターフードの方を貼り付けるという形でお伝えしました。はい、参考になったと思われた方はね、高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、また合間見てね、こういったちょっとお金がない時シリーズね、またやっていきますんでね、よければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。